岡山県ドクターヘリは日本のドクターヘリ事業の一つである。2001年4月1日から岡山県の補助のもと川崎医科大学で行われているドクターヘリ事業である。日本で初めて就航したドクターヘリでもある。川崎重工業の BK117C-2 型、C-1 型が使用され、セントラルヘリコプターサービスが業務委託を行っている。 PK117 は世界各国でも救急医療用に使用されている機種である。岡山県ドクターヘリの機体基地病院は川崎医科大学附属病院である。同院では就航するまでの長期にわたり、日本におけるドクターヘリの効果について研究が行われていた。ドクターヘリの操縦、整備、運行管理などの運行業務は どのドクターヘリでも外部委託が基本で、岡山県、ドクターヘリでは、川崎重工系列のセントラルヘリコプターサービスが受託している。医師1から2名、看護師1名、機長、整備士が登場して運行される。また、院内の運行管理室では CS が運行管理を行う。ドクターヘリの患者の付き添いの登場は、岡山県では、医師の判断によるとしている。 午前9時から午後5時まで365日運行されている。岡山県全域、広島県東部地域、兵庫県西部地域、瀬戸内海の島々等に681箇所の臨時ヘリポートがある。運行範囲も基本的にこの範囲である。基地病院のほか救命救急センターを中心に医師が飛行可能な範囲で決める。運行容量には、 基本的な搬送先が例示されている。記述されている搬送先は、総合病院岡山赤十字病院、岡山再生会総合病院、倉敷中央病院、津山中央病院、岡山大学病院である。これ以外にも搬送する。年間300件以上出動している。これは、ドクターヘルとしては、多い方で、理想的な出動件数である。一例として、 下に、平成25年度の実績を示す。ありがとうございます。